はい、皆さんこんにちは。本日は令和元年の6月の20日木曜日お昼過ぎです。また今日木曜日でいつものところに来てるんでですね、手短に、レポート、大体大まかなことと空の様子とかね、その他ちょっと手短にお伝えします。稲穂はずいぶん伸びました。だいぶ 夏が近づいてる感じですね。でですね、空はと申しますとね、真っ白ですね、真っ白。まあ、かろうじてですね、かろうじて、この私が使ってるスマホはですね、ちょっとその色が濃いんですよ。だから実際に目で見てる色とですね、その映された後の色は全然違いましてね、かなり濃く鮮やかにコントラストが強く映るんでね、結構青く見えてるかもしれませんけれども、実際にはね、ほとんど白ですね。もう白っぽい世の中ですね。で、もう肉眼でもわかるんですけど、ずーっと大気がですね、空気全体がですね、まあ、もういつも言ってることなんですけど、白く霞んでおります。もうこちらの方がわかりやすいかな。もう遠くの方はね、白く霞んじゃって、しばらく以前にですね、まあ、高化学スモッグが、注意報が出てですね、大気全体が息苦しくてですね、まあ、結構ひどいことが、まあ、記憶にあるんですけども、今のね、今、我々がここしばらく置かれている状況というのはですね、まあ、それと同じような感じかなと。空だけではなくてですね、大気全体が、まあ、白く汚染されてしまっていると思います。で、自分の今の実際の感じなんですけども、ですね、まず、酸素が不足しているように感じるんですよ。もちろんね、もうこうやってムーッとした感じで気温が上がってですね、今も30度以上あると思いますから、まあ、蒸し暑いって言えば蒸し暑いんですけど、それは別に構わないんですけどね、その大気全体に、その酸素が足りなくてね、息苦しい感じは、もうここしばらくですね、ここ2、3日、ずっと感じておりましてですね、今もなんか息苦しい。それからですね、ケムトレルシャワーで、その雨が降った時に一緒に混じってね、口の中にその、それが入るとですね、なんか口の中が苦々しい感じになることがあるんですけども、今ね、雨降っておりませんけど、普通に自転車で走ってるだけでですね、同じ感覚がありますね。口の中は苦々しい感じです。もう気持ち悪いですね。で、それから肺の方ね、胸の方までなんか、そのさっきの高化学スモークをずっと吸い込んでた時のようなですね、なんかちょっとその、なんか変な感じはしておりますよ。正直。これは自分の正直なところの今の感じです。で、他の人のね、いろんな人のレポートもですね、ここしばらくですね、もう空全体白くて、ひどいじゃないかっていうところはね、あちこちから声が上がっておりますのでね、まあその通りだと思います。で、私の方でもですね、月曜日朝から火曜日朝、午前中ですね、非常にもう今まで見たことないような感じでですね、その煙というより巻かれましたね。で、それがね、ずっと、拡散して降りてきてですね、今ここに目の前でですね、我々の、生きてるこの大気全体にですね、それこそ拡散してバルサン状態になってるんじゃないかなと思います。まあ、今状況はね、まあ、そんな状況で大変有識状況ですね。ただしというか、だからこそなんですけどね、もちろんいつも言ってるように、そのネット上でもですね、もうこのことはおかしい、この空はおかしいってことを気づいてる人はたくさんおりましてですね、皆さんそれぞれ声を上げておりますので、まあ、そっちの方はもうどんどんやっていかないといけないですね。で、やっぱりね、この今の目の前のね、この空を見て大気を見たらね、やっぱりね、やっぱり出会う人ね、知り合いでもお友達でもね、やっぱりあれこれ言われてもですね、ちょっと空気おかしいでしょ、ちょっと空がおかしいでしょっていうところから、やっぱりね、きっかけを作ってでもですね、なんかその伝えていかなきゃやっぱりいけないなと思います。カナリア軍団という名前がね、一応そのグループがあるんですけど、そのなんでそういう名前つけたかというと、やっぱりカナリアっていうのは、その、いち早くそのなんかその、危機というかね、その危機を感じ取ってですね、それを皆さんに知らせるということをするでしょ、カナリアっていうのはね。で、そういうことを意味を込めてですね、カナリア軍団という名前を一応つけてるんですけども、やはり我々は、やっぱり、伝えていかなきゃいけないと思いますからね、どんどん伝えていきましょう。で、まあ、一気にね、煙通りのこと言ってもなかなか受け付けられない人が多いと思いますけども、でも、
ほのめかすだけでもいいですよね。ちょっと空気がおかしいんじゃないとかね、その特に時計には汚染源が見当たらないのに最近空がいつも白いですよねとかね、うん、そういうなんかちらっとほのめかすだけでもいいと思いますからね、とにかく伝えていきましょう。それをやっていかないとねいけないなと思うんでね。あとですね、もう一個これはちょっとここのところね、屋久島の話があるんですけどね、屋久島のその除草の問題でですね、まあちょこちょこっと私の方でも少し、YouTube の方でも、それから Twitter の方でもね、ちょこちょことコメントしてるんですけども、まあこれはね、単純な問題ではないと思いますから、単純にじゃあ、ラウンドアップをね、除草剤のラウンドアップすぐやめて、じゃあすぐ別のことって言って、そううまく簡単にいかないことだと思うんですけれども、でもやっぱりね、そもそもやっぱりね、よく考えてもらってね、そもそも屋久島というのがどういう意味があるのかね、どういう存在意義があって、まあ、世界遺産にも指定されてるわけですけど、どういった成り立ちでね、そうできてるかってことを考えていただいてですね、そこにそのラウンドアップを巻くっていうことがね、どんなことを意味してるかってことをね、で、やっぱりよく分かってる人から考えたらね、幻滅すると思いますよ。屋久島ってのはそういう素晴らしいところのはずなのに、そういうことやってるのかって思ったら、分かったらですね、分かってる人から見たら、そのイメージダウンは必死ですよね。で、そういったことも含めてね、逆にその屋久島は、自分たちはその長い年月をかけてね、その天から与えられた、神様から与えられた、その大事な自然をですね、守り育てていきたいので、多少大変でもね、多少面倒でもですね、地道に人の手を使って除草していきますとかね、それこそそのヤギさんやなんかのね力も借りてね、除草していきますとかね、そういったことをアピールしたら、よっぽどその世界に対してね、その好感度アップするのは あると思うんですけどね、そういったことどうなんでしょうかね。まあ、そんなこともあるんで、よかったらね、電話番号とかを下に記しておきますから、その屋久島の担当のね、その電話番号書いておきますからね、皆さんちょっとそれぞれ電話してあげてですね、思うことを伝えてあげてですね、まあ、日本中みんな注目してるよって見てるよってことをね、伝えてあげてください。ぜひお願いします。ということで、ちょっと私もこれから出かけるのでね、今日は残念ながら白い空ですけど、あんまりだからといって落ち込んでるとね、自分自身もあれですよ、毒素が溜まっちゃいますからね、デトックスも兼ねて、朗らかに行きたいなと思います、これからね。はい、ということです。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。